どうもトビヤンです。桃鉄セブン続きやっていきたいと思います。記念すべきばっかり言ってるけど30年目です。さあ一応ね、まあ400億資産作ったということで、役職会長にしたいと思います。来ました、島耕作に追いつきました。さあ新潟まで28マス、どうしようか。どうなるかわからない。あ、桃トラマンカード使っとくか。はい、使います。スタンバイ。これまたボンビーついちゃうね、このままだと。新潟の近くにね、エンマさんと佐久間さんいるんだよね。で全員お金持ってるんだよね。今年40億近く3人が持ってるんだよね。これをうまくいかに買い物できるかっていうのが今年のポイントですね。お買い物。あ、ボンビーをなすりつけた。さあお買い物勝負ともいえるこの30年目。いやー、残り20年になってもうね、中盤戦ですね。いきますよ、ウルトラマン。再起、一度やられてますからね。2人目のアウトラマン、今度こそ頑張ってくれ。どうだ。おお、やっつけてくれた、ありがとう。さあそしてどうしよう。ここはちょっといっちゃおうか。飛び散りカード、うんち飛び散り、日本中にうんちを。あー、和歌山にうんち。やばいぞこれ。下関やばいね、ポイントにばっかり。新潟の近く、あ、名古屋の東海道線が普通。あ、新潟のすぐ下、湯沢にうんち。秋田プリプリ、銚子にプリプリ。さあこれでどうなるでしょうか。ちょっとは邪魔できるかな、新潟。あんまり意味なさそうだね。でもね、まあうんちはやっぱり海で使うのが一番ね、最高だよね。うんちカードだったら自分の好きなとこに1個置けるんだけどね。意味なかったね、ユーザーは。日本海側がフリーでしたね。さあ46億、これいつ釣りの銀次出てくるか怖いね。3人は、佐久間さんもまあ10億。お、なんかくれるのかい。誰にくれるんだい。あ、ありがとう、ブロックカード。サンキューね。さあ今度は一歩も動いてません、今年。カード使ってばっかりで。何マス ?28 マスか。使うか、急行カード4連続で使うか、これから。ほい、4。あ、うんち。自分でうんち。売ろうか。お払いカードいらない。あと
もブロックカードもいらないかな。いらない。で、バキュームカード自分で買ってもな。急行カードかな。はい、急行カードこれで4枚 ?5 枚か。まあ急行カード使って目指すことは目指すんですけど、買い物がしたいな途中でね。お、金沢買い物できるとこじゃん。まずはじめに買い物したのはかぐや姫でした。加賀友禅買えるじゃん。やるな。買い物合戦、まずリードはかぐや姫。あ、ゴールできず。佐渡の金山とかまだ手つかずなんじゃない？もしかしたらか、もしかしてだけどだね。あ、ゴールできず。おおほほほほ、ボンビーついたまま。あ、物件売られた、最悪。かわいそうに。広島ぽよまんや。さあ、夏に入りました。急行カードどんどん使っていこう。うんちをよそめに、自分の出したうんち。4321。あ、名古屋に入れる、やった。買い物チャーンス。雑誌か。いつかトヨタ自動車買いに来ようね。おい、金沢から12とか出したらゴールできるかもよ。8では足りないね。うや姫と私が買い物しましたよ。エンマは買い物できてませんよ。あ、地域カード、なんか良さそうなカードだ。おお、うんちあるんだ。上にうんちあるんだ。あ、エンジェルカード。え、ボンビーをなすりつけたという感じかな。なんか最強のカードっぽいの手に入れたら、私が刀狩りしてやるぞ。いい効果音だね。エンジェルカードの効果音をね、目覚まし時計とかにしたいね。スマホの取り込もうかな。動画作ってるから、その実力はあるんだよね。ゲーム音楽を取り込むという。さあ、それはさておき、一応ゴール目指しながら行こう。あー、3、どこも入れないわ。カード行こうか。レアカードゲットお願いします。オレンジカード、地味。でも今うってつけかも。あー、ゴールできず。微妙にうんちが邪魔して制約になってる。あ、まだ入れない。おー、私だけが置いてけぼり。みんなに集まりたいな、私も。んー、入れない。あー、いいな、乗船記念サービス。おー、佐渡に入りたいね。
さああと何マスだろう。どうした？ん？あ、久しぶりだね台風。10年ぶりぐらいじゃない？全然来てなかったけどな。あ、いつものように鹿児島か。絶対鹿児島から始まるよね。そんなことないんだけどな。あ、九州は長崎は佐久間さん、有田はエンマ。あ、九州を直撃ですか。被害総額5億8000万私。いえでかいね5億は。台風は大変でした。こういう時損害保険カードとかあったらいいのかな。新潟まで15マス。ちょっとこれ可能性出てきたね。10になんか出しちゃったらわからなくなるよ。どうだい？ 7 か、まだか。レアカード来い。なんかガチャみたいに言ってるけど福引きカード。あ、ゴールした。おめでとう。でもみんなに追いつける可能性あるからねこれ。あ、連続一番乗りおめでとう。米米米タワラ米タワラ。かぐや姫、あ、9億9000万。かぐや姫が持ってたっけ、あのコシヒカリ。あ、刀狩りカード。私も2枚持ってるからね。タブヤン会長です。会長と呼んでくれ。西だったら、あ、出雲。みんなこっちに向かってくるじゃないか。難しいなこれ。どうしよう。あ、水田をかぐや姫が持ってるんだ。いい物件だけかぐや姫が持ってるな。うわー、これは強烈だ。農林物件だからね。これは大きい。農林物件に増資するのもいいよね。どうすんの？私の方に向かうしかないぞ、それ。お、向かってきた。いい根性してるね。うんちカードがあるからね。佐渡に行きたかったけど、まあしょうがないな。みんな特急カード持ってるから、私抜かされるぞ。どうしよっかな。急行カード使ってあれだよね、ボンビーなすりつけていこう。さあ面白くなってきたね。どうした？ああ、10月ね、いきますよ。毎年の楽しみですよ。お、広島にはでも買ったことあるからね。今年も勝つぜ。あ、増資した大阪の方か。阪神の方だね。阪神と広島ってどっちもセリーグじゃん。あー、逆転された。神戸の方だったらな、勝つ自信あるんだけど負けた。あー、どうした新庄。あー、赤字。あ、広島の優勝画面初めて見た。誰だこれ顔。わかんないな。北別府さんか。古すぎるか。誰なんだろうね広島。どうしよう。急行カードでいくか。うんちが邪魔してる箇所が多いからね。あ、5か。しょうがないな。でもこれマイナスいこう。あー、1億でかい。あんまり買い物できてないな。もう10月なのに。あ、中国カード使った。
かぐや姫も使うんだね。あ、そうか、目的地が中国地方だから使ったんだね。そういうルールだと思うよ。おー、ドンピシャじゃんやるね。ホールインワンはならなかったけど、やばい、これ3人置き去りですね。これはコンビのなすりつき合いが始まりますよ。これ三つどもえでまだ追いつけるな。うわ、マイナス。佐久間さん、あ、北、一番北のルートうんちがあると思うんだよね私のせいだこれ。佐久間さんはボンビー連れていくしかないよ、このままいくと。どうするんだ、ボンビーありでも行くのか。飛騨高山ルートがあったか。なるほどな。剛速球カード、相手のカードを叩き割るやつだよね。でも失敗する時もあるんだよね。あんまり役に立たない。さあ、寒い季節がやってきましたが、どうした。ああ、味噌煮込み、きしめんと思ってしまいますが、絶対味噌煮込みうどんが一番ですありがとう、名古屋最高。さあ行くぜ。あわよくば急行カードで逃げながら買い物もしたいのが一番なんだけどな。どうだ。ああ、その名古屋に到着。名古屋2回目、そして増資3段階目。 OK、 今年は名古屋の年か。おお、まだゴールせず。かぐや姫しか最近ゴールしてないでもかぐや姫の難点はまだ買い物ちゃんとできてないってことだね。40億持ったままリスク高いな、スリの銀次の。私になすりつけて逃げたと、この3人のデッドヒート面白いねこの人は、あ、特急カードなくなった。おー、じゃあもうスピードでは合格ですよ。どうする。お、8か。あ、ボンビー連れていった。そして瀬戸内海ルートで行ったね。お、入り込んできたね。佐久間さん、少ない資金で頑張ってるね。佐久間さんはやっぱ目的地ゴールしないと勝てないよね。お金が増えないから。メリークリスマス。ボンビーついてます。もうあとオレンジカードしかない。いけ。おお、いいね、11。まずナースにつけてから、こっちボン、こっちはうんちついてるんだったっけ。行くか、行こう行こう。よし、これで2番目に近くなりましたよ。おお、ゴールできず。追いついたぜ。あ、鳥取の買い物取られた。おお、これはでかい。鳥取一回私持ってたと思うんだけどな。20世紀なし。鳥取の20世紀なしだよね。ちょっと声が高くなるよね20世紀なし、そういう CM もあったな。なんかあんまり見ないですね。もう定着したから CM する必要ないんでしょうね。あ、カード売り場で補充。そうか、エンマ社長カードなくなったんだ。移動系のあっち行けカードとか持ってた方がいいよね。うん、持ってるまんまね。エンマさん40億あるけど切れてないね。だんだん買い物するのがね難しくなってきたかも。
まだ高額物件はね、いっぱいあるんだけどね。お、これ私が取るチャンスも出てきましたね。やっぱ急行カードの、なんだ、積み重ねはいいね。重要だね。この人も持ってるんだよね。この人でも瀬戸内海ルート選んだからね。それがちょっと遠回りになってるんじゃない？どうだ？あー、これ入る？危ない、行き過ぎてる。さあ、これ三つどもえになってきました。出雲、佐久間さんにチャンスを与えると一番運がありそうだから、明けましておめでとうございます。出雲まで6か。6だったらもうオレンジカード使うのやめようかね。普通に行くわ。はい、3か。残念。レアカード来い。やったー、めちゃくちゃ嬉しい。ゴールドカード来た。やりました。これ刀狩りカード使われるぞ。来たぞこれもう一回3度目の福岡行こうか過去2回ね、福岡行ってるからね、100億の桃太郎ランドの次に高い物件ってやっぱカナリアシティなのかな。日本全国でね。いやー楽しみだね、ゴールドカード。あの名古屋のトヨタ自動車でもいいよね。もうあの贅沢は言いませんゴールドカード手に入れちゃったよ。すごいね、やっぱ黄色マスいいねワクワクするわ、黄色マス。あ、新宿のゲームセンター。あー、もったいない。エンマさんの中ではエース物件なんだ。入るか。おー、入らない。さあみんな、2月勝負ですね。これ全員が入る可能性あるんじゃない？だよね、こんなの珍しいよね。さあこの2月のサイコロ勝負ね、行こう。あ、打ち消えた。はーい、ありがとう。確か下関にうんちあったからね次目的地九州だったらえらいことになる。収入ありがとう。さあもうサイコロ振り勝負いこうか。あの2で松江に入ってもいいしね。はい、おお、松江ゴールできず。松江変えるだけか。あ、全然ダメじゃん。なんだ、寂しいな。松江もう売り切れてました。一軒だけ増資。かぐや姫1。おお、入れない。入れない。どうだ、入れない。おお、ゴールドカード手に入れたとこ私の惜しかったね。もう一個下だったらリニアカードだったのにね。テレポートカード捨てるのもったいない。あー、5秒当てるやつ。これ1回当たってほしいな。どうなるのか。1、2、3、4。いやいや早すぎるでしょさあ、あとは佐久間さんだけですね。どうなりますか佐久間さん。おお、入れない、全員だ。ということで勝負は来年に持ち越しになりました。いや、なかなかお金を使うのが難しくなってきましたね、みんなね。おならマンだ。収益、お、かぐや姫とエンマ意外ですね。収益減ったんだ。へえ。
63億、50億。うわ、50億、すげえ。なんかキャリーオーバーみたいになりましたね、今年はね。カニが不調。422億っていうことは、去年が300億以下だった、400億以下だったんで、22億は増えたってことだね。イエーイ。佐久間さん、応援してまーす。高額物件変わらずかな。はーい、地域用も変わらず。うん、キングボンビー3年ほど出てないんでね。さあ、誰が出雲に一着になるでしょうか。皆さんの予想をコメントしておいてください。そんな暇な人いないやけど。私は私がゴールすると思います。それではまた、さよなら。